どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、ウェアハウス S1003WX1942年モデル、履けるサイズ全部履いてみたいと思います。このアイテムの紹介を少しさせてもらった後に、このデニムの29、30、31、32の4サイズを履いてサイズレビューしますので、お時間ありましたらぜひご覧ください。では行ってみましょう。はい、今回紹介するデニムは2022年 SS のデッドストックブルーシリーズから発売されたものになります。まあ、ウェアハウスのね、情報を爆速で取っている方でしたら、まあ、すでにね、ご存知かつ、デニムをね、ゲットされている方も多いのではないでしょうか。まあ、それだけね、今期のこの企画はね、かなり注目されていると、Twitter とか、あとインスタなどを見ていてもね、注目されているのではないかとね、個人的に感じています。そして、ウェアハウスさんはですね、当時のヴィンテージデニムを元に、商品企画再現をしているので、まあ、実際私がですね、展示会に行った時に、まあ、現物をね、拝見見させてもらったんですが、まあ、こういう個体が、存在しているんですねということで、まあ、改めて皆さんと、まあ、以前にね、発売された S1000WX のディテールと絡めながら見ていきたいんですが、まずはですね、最大の特徴はペンキステッチが分かりやすいところかなと思います。まあ、赤色のね、ペンキでステッチが表現されているんですけども、まあ、これはね、あくまで私の推測ですが、まあ、当時のものは赤だったんでしょうかね。もしかしたら、まあ、経年変化でね、色が変わってしまって赤になってしまっただけで、本当はね、何色だったのかなーなんて私は勝手に妄想を膨らましています。そして続いてはクロッチリベットのところなんですけども、1942年頃にはクロッチリベットは廃止されたとされているらしいので、ギリギリ変わるタイミング、切り替わるタイミング、狭間のアイテムなのではないかなというふうに思います。以前発売された S1000WX にはですね、クロッチリベットは存在していないので、同じ対戦モデルではあるけども、クロッチリベットが廃止される前と後と分けられる、まあ、ディテールの一つになると思います。続いてはスレーキですね。このデニムに使用されているスレーキは、まあ、デニム素材、デニム生地になるんですけども、8番 ×10 番のライトオンスインディゴデニム袋ポケットということで、まあ、デニム素材のものを使用しているんですが、この本を見るとですね、対戦モデルのスレーキは、まあ、フランネルシャツ素材やヘリンボン素材のパターンもね、存在しているように見受けられるのですが、まあ、対戦中ということもあるので、まあ、ここら辺のスレーキの部分はかなりね、統一されていなかったのかなというか、なんでしょうね、その場にあるものって言っちゃうとちょっと雑かもしれないんですけども、いろんなものを使用して制作代用していたのかななんて思わせてくれるディテールの部分だと思います。続いてがパッチなんですが、 S1000WX とこちらの 1003WX は、両方ともね、ベジタルタンニンディアスキンラベルと、変わりはないんですが、ちょっとよく見てもらうとね、カラーがね、少し違っているのがわかるかと思います。まあ、両方とも赤ではあるんですけど、まあ、今回のものはよりね、赤が濃く表現されていまして、こちらもね、まあ、ヴィンテージそのままに、まあ、再現されているんですよ。展示会場にですね、リアルヴィンテージが、まあ、展示されているんですけども、まだですね、ちょっと私はまだなので、なんかこれ写メ撮っていいですかっていうのも恐れ多くて撮れていないんですが、まあ、現物もですね、このパッチのカラーのように、このカラーに近いものだったということは間違いないんですよね。なので、まあ、見れる機会がある方いらっしゃいましたらね、ぜひ見てほしいなっていうふうに思います。はい、ということで、その他にもね、まだディテールはあるんですけども、まあ、この4つのディテールをお伝えすることで、まあ、対戦モデルなんだけど、まあ、狭間のタイミング、まあ、珍しいアイテムから、まあ、再現商品企画を
してきたなぁと、私は解釈していますので、まあ、そういったことがね、少しでも皆様にもね、伝わればなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんもチェックよろしくお願いします。では、続いてサイズ感へ行ってみたいと思います。どうぞ。はい、まず29インチを履いてみました。こんな感じです。はい、私の体のスペックと、このパンツの寸法はこっちに載せておきます。で、こちらのパンツは、申し訳ないんですけども、ノンウォッシュの状態で履いています。なのでちょっとノリがついている状態でパキパキなので、少しねシルエット感は分かりづらいかもしれないんですけども、まあ、できるだけねこうお伝えして参考になればなというふうに思っています。で、29履いてのレビューなんですが、ですね、まず寸法を測ったんですけども、ウエストとヒップが S1000XX より大きいかなっていうふうに、思います。なので、29を今履いている状態な、履いていても、ウエストがね、ちょっと余裕あるんですよ。82センチか。82センチなので、結構ゆとりあります。で、まあ、ワンウォッシュかければ、これでちょうど良くなるっていう風に思うんで、まあ、私の場合 S1000XX は30インチを履いているんですけども、多分このパンツに関しては、それ S1000XX の感覚で履くのであれば29インチでいいのかなっていう風に思います。どうでしょうか映像でね伝わってほしいなと思うんですけど、多分私がチョイスするなら29インチでいいですね。本当に多分ちょうどいいですよ。ウエストもやっぱ伸びてくると思うんで、履いていくうちに。なので同じ感覚で履くなら29がベストかなっていうふうに思います。まあ、それ以外の渡りだったり丈だったり裾幅っていうのは、まあ、劇的な数字の変化はあまり見られないので、まあ、そこまで変わらないっすかね。まあ、多少ゆとりがあるっていう感じなので、別にタイトではないっていう感じですかね。まあ、対戦らしい感じのシルエットなのかなっていうふうに思います。はい。そんな感じで続いて30インチいきます。はい。続いて30インチを履いてみました。こんな感じです。はい。30インチ履いてのレビューなんですが、やはりね、ウエスト大きいですよ。もう指がですね、2本は余裕で入るので、まあ、3本入っちゃうかなっていう感じですかね。この指3本が入るぐらいの余裕があるので、多分これをワンウォッシュして詰まったとしても、まあベルトなしでいけるか、まあベルトしてもね、いいと思うんですけども、まあそんなね、こう、ジャストサイズではないかなっていう風に思いますかね。まあ、現時点でね、結構やっぱずれてっちゃうんで、こうやって力入れると多分下まで落ちちゃうと思います。ちょっと大きめな作りだと思いますね。まあ、あとはもも幅とかはまあ、見ての通りっていう感じなんですけども、ですのでこの2サイズ履いて思うのは、ちょっと大きめに履きたいのであれば、その S1000XX をお持ちの方だったら分かるかもしれないんですけど、1インチ上げてチョイスしてもいいと思います。ただ同じ感じで履きたいのであれば、まあ、1インチ下げてチョイスするのがいいのではないかなっていうふうに思います。そうですね、同じインチを選べばこっちだったら太めに、若干太く感じて履けますよっていう感じですかね。やっぱウエストとヒップがね、少しゆとりがある作りだと思うので、まあ、そういったところでしょうか。全然ね、30インチでもね、いいですよ。なんか僕だったら、今回だったら30インチをチョイスしてもいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますね。なんかいろんなサイズ感、シルエット感を楽しみたいのであれば、30インチチョイスしてもありじゃないかなと思います。はい、そんな感じで続いて31いきます。はい、続いて31インチです。こんな感じです。はい、
31と32はよりねこう大きくダボっと着たい方、履きたい方であれば31、32がねいいのではないかなっていうふうに思います。で実際ウエストは結構ねゆとりあるんですよ。あのこれで31インチかっていうぐらいの大きさなのでかなりね大きいです。で、まあ、それに伴ってもう全体的にズドーンとね大きくなっていると思うんですけども、やはりね32インチぐらいの大きさがあるんじゃないかっていうぐらいゆったりしていると思います。まあ私のような体型が31履くとこんな感じっていうのが伝わればいいんですけども、ここら辺がまあなんでしょうね、程よく履けるサイズなのかなっていうふうに思いますね。あのジャスト目で行きたいのであれば29、ちょっとゆったりしたいのであれば30で、より少しゆったり履きたいのであればまあ31ぐらいがいいのかなっていうふうに思います。まあノリが今ついてる状態なのでね、シルエットとかはちょっとね参考にならないかもしれないんですが、もうちょいねストンと落ちる感じではあると思うんですけど、まあ、それでもこれで31っていうのは結構大きいなっていう印象が私はありますね。まあ、そんな感じで続いて32いきます。はい、続いて32を履いてみました。こんな感じです。はい、32はですね本当のギリギリかなっていうふうに思いますね。あの現時点でウエストはねもうね本当拳1個こういうふうに入れたら入っちゃうぐらいのスペース感なんですけど、まあ、これでワンウォッシュしてウエストが詰まった状態であれば、まあ、もちろんベルトは使用すると思うんですけど、まあ、程よいサイズ感にはなってくるのかなっていうふうに思います。なので32が本当ギリギリのところかなっていうふうに思いますね。ゆったり履きたい方であれば32インチをチョイスするのが、いいのではないでしょうか。はい、こんな感じですね。横のシルエットは、はい、結構やっぱ大きくなっていると思います。そうですね、まあ、33はねさっきね試着してみて履いたんですけど、さすがにデカすぎたんでさすがに参考にならないかなっていうふうに思うんで、32までにとどめをさせておきたいんですけども、いかがでしょうか。本当ねこれでこの感じで、まあ、少しでもねサイズ感のイメージができたらなというふうに思います。はい、そんな感じで続いて4サイズまとめた動画流します。どうぞ。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。今回紹介したアイテムの販売ページ URL は概要欄に貼っていますので、ぜひねそちらもチェックよろしくお願いします。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。